すみません忘れてましたけど、はい、12月の26日もう一度30分そのままスペシャルやることにしました。おーいっしょ、うん、1226もう年末ですよ。いや年末年の瀬にやらせていただけるんですか。クリスマスの次の日何してますかね。何してるやろな。売れ残ったケーキを安く売ってるかな。私はケーキ屋だから。あ、私はもういらなくなったキラキラをまとめて回収作業に入ってますね。そっか、仲介業者なんで。そうだよね、はい、だ寂しいのよ。クリスマスが終わった次の日っていうのが一番寂しい。そう、本当に日曜日の夜みたいな感じですよ ね、 ね。で、何でしたっけ。だから30分やりますね。あ、そうそう、12月26日ね、30分でこの、まあ、今年起きた出来事を私たちがそのニュースをやるんですよね。切って切ってです、うん、私たち本当に怖いもんないですから、うん、いやもう言いたいことたくさんありますから今年は。どうなってんだと。いやしかも異常気象だったし、はい、その日本中どころか世界が、いや地球が今どうにかなってるっていう話もしなきゃいけないし、芸能界もいろいろあったし、政治もあったし、あと今年はいろんなスポーツ界のパワハラ問題ね、うん、どうなってんの。切って切っていこうよ。いやもうほっとけないですよ私たち。それはそればっかりは。30分で収まるのかどうかっていうね、うーん難しいですけどね。なんかこの前あれって言ってませんでした、なんかキャサリンさん一緒にやらへんみたいな言ってくださって、ダブルキャサリン夢です、まあ、でもそれは私の勝手な夢なんで、もうあそれもでもやろうや。いいんですか。それもやりながら、やりながら、こんな私たちのことを好きラブっていう人ちょっと集まってほしくない。一回そうです、ね、恋愛感情持ってますっていう人にね、冷やかしなしで、冷やかしなしでお願いします。そうそうそう、あ、それいいです ね、 ね、え、それお願いしたいですね。一回会ってみたいよね。どういうつもりというか、どういうつもりだろう。だからよくね、男芸人は面白かったらモテるっていうやん、はいはい、で女芸人はおもろくてもモテへんっていう人いるけど、はい、こういうくだらんことばっかりをずっと喋ってる女の人のことをどう思ってるかで、それを好意持ってる男の人が見てみたい。はい、でほんまに私ね、なんかこういうのをずっと喋れる方と一回ほんまに大人数でやったらどうなるかやってみたいですよ、ね、それをやりたいね。あ、それ楽しそうですね、うん、ですね。でも我こそはっていう人我こそはチルテレチルテレなりね、えちょっとやってみたいよ、ね、どうします、なんかとか言って。だからでもオーディションするにも難しいでしょ。一回でも私たちオーディションしたみたくないですか。したい人したいオーディションしたくないですか。したいね。あ、どうする、それから本当に恋愛に発展したら。勘弁してよいや楽しいで。いや毎日そうそうそう、家でもそんなんばっかりやで。え、友近さんのお姉さんと会ってみたいです。あ、いつでも会わすよ。熊本行こうか。あ、行きたい、うん、行きたいです、うん、なんか話には聞いてるんですけど、友近さんお姉ちゃんのことめっちゃ面白いっておっしゃるじゃないですか、うん、会ってみたいんですよ、どんな方か。でもやっぱ姪っ子がなっちゃったっていうのはもう姉の責任やと。姪っ子さんもかなり友近さん の血を引き継がれてますんで、はい、でもやっぱり横にいる姉がおかしなことを教えてるんだと。やっぱお笑い番組を見てて、でもこっちがこの人面白いのって言わんで もう勝手に7、8歳でもう東京03さんのコントのファンになって、すごいですね。で福岡まで見に行きたい言うてライブを、姉ちゃん連れて行った言うてたもん、熊本から福岡まで東京03さん。すごいですね。で握手会みたいなのが歩いてったら、いやそういうことじゃないって言ってたらしい。ネタが好きで来てる。いやそこをそう言える7歳8歳の子ってすごいですよね。で面白かった言ってる。すごいです面白かったええなぁ、いいですね。面白い子やわ。あれは結局どうなるんですかね、30分ね。スケジュールを本当じゃあ調整しましょう我々。そんなんは余裕です。余裕ちゃうねんて。
あなたもう本当にどこにおるかわからん人やから捕まらないんだから。いえ、そんな余裕です。マキに電話すんで。はい、マキさん、こんなんでしょ、電話してきてください。ブル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 。あ、お疲れ様です、マキです。おはようございます。いつも友近さん、すいません、この間ユリアンが単独でお世話になりました。とんでもないです、はい、今度チルテレで、はい、スペシャルやるのって聞いてるやろ。はい、うん、あ、はい、で12月26日オンエアなんやけど、はい、30分またやらせてもらえるの、はい、それで特別企画として、はい、そのスタンド時のじゃなくて、はい、もうロケ飛び出そうやっていう。ロケ飛び出そう、はい、はい、だからもうがっつり2日空けるとか1日空けるとか言うてないから、はい、うん、それで行ける日ちょっと見てみていいですか。はい、すぐ確認します。友近さんのことなんですぐ第一優先で最終優先で消えますんで、はい、失礼します。これまた報告してね。はい、またすぐに直接電話してもらった方がありがたい。すぐ電話します、はい、友近さんのこと最優先で、はい、よろしくお願いします。すいません、お願いします。お疲れ様です、はい、失礼します、はい、よし、これでいけるね。いけます。熊本行けます。はい、お願いします。楽しい。